皆さんこんにちは、おかんです。今日は私の毎日メイク用途しアフレコバージョンを撮っていきたいと思います。やーというわけで早速やっていきたいと思います。塗っていくこれ何、クリームを塗っていきます。さあ気持ちいいですね、気持ちいいですよ。左右と塗っていくいや気持ちいい、あ気持ちいいですね。ちょっと隠していきましょうね、白塗りで。今日はね、白く塗っていく、気持ちいいですねさあお次は、これはマスカラだ、マスカラですね。塗っていく白から紺へ、塗っていきましょう。目のやつですかね、次はですね、次は、失礼しました、これはファンデーションでございますね。ファンデーションを塗っていきます。はい、隠していく、シミを隠していく、次々と、はい、グッド、はい、グッドですね。次はとうとう目だと、失礼いたしました、はい、鼻ですね、鼻のシミとおでこのシミを隠していく、次、とうとう来た、とうとうマスカラ、はい、曲がっていますはい、マスカラでございますね、こちら、眉毛を、描いていきましょう。はい、もっと塗っていく、黒に塗っていきます。はい、だんだん顔ができてきております。はい、次は、目のやつですね、まだですね。おっと、今度は黒から茶色にチェンジ、これで可愛くなりました、 OK です。はい、次は、とうとう目に、これはなんだ、これは、これ何ですかこれは、キラキラのキラキラ第2弾でございますね。これで、目を強調していく、目を強調させていく、綺麗ですね。どんどん顔が出来上がっていく、まだでしたね、これは何でしょうか。はい、キラキラ第3弾ですね、女の子は大変だ。これでかなりキラキラになってきましたね。はい、お次はこれは何でしょうか。目の第4弾、目の下にも違うものを塗っていく、これはキラキラのやつですね。はい、さあ髪のピンを取って、これで準備 OK か、準備が整ったんじゃないか、まだですね。これなんだ、これはこれなんだっけ、マスカラですね、これはマスカラですね。眉毛を曲げていく、眉毛を曲げていきます。はい、これでさらに目を強調させていきます。これは、下のまつげにも描いていく。はい、次はなんだ、次は曲がっています、これはなんだ、何ですか、これはさらに強調していく、強調させていきます。はい、お次は、何ですか、これはファンデーション第2弾ですね、ファンデーション第2弾だ。さらに、白くしていきます。普段より今日は白いですね。そうですね、お次は何ですか、これは口紅が登場した。はい、パクパクしていきます。なるほどですね、もういいんじゃないでしょうか、もう出来上がってきたんじゃないでしょうか。これはなんだ、これは顎を隠すやつですね。はい、顎をどんどん隠していきます、隠していきますよ。これでもかとぐらいのね、顎を隠していく。はい、もういいんじゃないでしょうか、もういいんじゃないでしょうか。はい、完成ですね。顎がない。はい、目の下もキラキラだ。髪もバッチリですね。これでやっと外出に
いけるでしょう。さようなら、バイバイ。